奥に自慢。奥に自慢。え、波多野くんは僕は長野県出身です。長野県。はい。長野県愛してますからね、僕は。そう、そう、だって村長、自分の出身の村長になるのが夢なんでしょ朝日村のね、村長あの、とあるアニメの次回予告で、そう、平川さんとね、はいはい、ご一緒したんですけども、はいはい、あの、次回予告何言ってもいいよって言われたんで、うん、朝日村の村長になりたいです。次回、夢のかけら、みたいな、そんな中で、なんか、不思議な次回予告やったんですよね。そうそうそう。そしたら、あの、その、映像をですね、うん、実際にうちの朝日村の方にですね、問い合わせて、村役場から映像を提供してもらって、本物の映像が流れたんですよ。すごいね。したら、その朝日村中で、うん、畑野っていうなんか、声優やってる奴がいるんだって話になっちゃいまして、本当の耳にも入っちゃいましたよ。すごいね。村おこしだ、村おこし。思い出した。しかもそれ、その予告、オチがついてるんだよね。そうそう、なんか、サブタイトル、夢のかけらじゃなくて、砕け散る夢。砕け散る夢って。だから叶わないんだ、みたいなね。そうそうそう。そうだ。そうです、ね。ああ、そんな、長野県。長野県。朝日村の奥に自慢。いや、でもほんとね、もう、緑豊かでね。うん。で、虫とかいっぱいいるんですよ、もう。おー。いや、でもね、すごく、なんて言ったらいいのか、言葉で言い表すの難しいんですけども、うんうん、心が癒される場所なんですよね。ああ緑もじゃあ多いってことですよね。そうなんですよ。そのままの、なんか景観でずっと残ってるので、あんまりだからね、こう、都市開発みたいなことがないから、いつ帰ってもいいですね、やっぱね。最近こう、村っていう風に、なんかなってても、はいはい、意外とこう、街並み的に、その見た目的にね、うん、こう、コンクリート多くて、なんか、ね、想像する田舎って言われるところとちょっともう違う、都会的になってるところ多いじゃないですか。そうですよね。朝日村はどうなんですか？朝日村はもうそのまんまですね、もう何十年も。だから、人が住んでいる場所よりも山の方が多いんですよ、面積の。村の7割、8割が山なんですよね。山が自慢。山が自慢ですね。山自慢ということ。おお、はい、なるほど。松茸とか美味しいです。山菜が美味しい。本当？いつか村長になったら送ってください。ぜひ。僕は干し柿が大好きです。干し柿いいですよね。干し柿うまいね。美味しいですよね。なるほどね。あ、じゃあ今度こっちから行ってみよう。日野さんどうですか？日野さんの出身は？出身は？出身はですね、アメリカなんです。え？かっこいい。アメリカ？かっこいい。そうなんです。サンフランシスコなんですけど。かっこいい。5歳までしかいなかったんですけどね。え、5歳までサンフランシスコの方にいらっしゃったんですか？そうなんです。え、じゃあなんか、プロフィールとか見ると出身地、サンフランシスコってなってます。嘘書けないじゃないですか、だって。はじめ載せようかちょっと迷ったんですけど。すごいなぁ。お国自慢ですよね、そこの。最近ワールドワイドかね。サンフランシスコのお国自慢ってなんか不思議ですね。なんでしょうね、サンフランシスコって何がある？街並みがすごく綺麗です。結構坂が多いんですけど。はいはい。道の真ん中にケーブルカー、が走ってるんですよ。おーケーブルカーバスみたいなの、いや、なんていうんですかね。路面電車みたいな。チンチン電車みたいな感じ。わかりやすく、わかりやすく言うとね。路面電車。路面電車、はいはい。すごく綺麗な。街並みが。なんかもう、ね、やっぱ外国だから、全然イメージ違うじゃないですか、うん、日本とね。おしゃれ、なんか何聞いてもおしゃれな感じしちゃいますよね。そ海も近いですしね。いいなぁ。あ、そっか、綺麗な海、西海岸ですね。そうですね。そうですよね。地図上で言うと左の方ですよね。そうです。ロサンゼルスの太平洋寄りです。そうですよね。太平洋寄りですよね。あ、そうそう。今、すごく今、浮かんできました。あれ何でしたっけ、なんか工業地帯とかがある。あれ、違いましたっけ？すいません、何でもないけど。聞かなかったことにしてください。工業地帯ってのすいません、ほんとすいません。行かないで行かないで。もう、ほんとすいません、弊社で。すいません、ほんとすいません。でも、そうですね。うん、ね、うわ、すごいなサンフランシスコと、サンフランシスコ、素晴らしい。はい。そうですね、三宅さん。あ、私ですか。一応公式プロフィール上には、はいはい、沖縄出身というふうに。沖縄。いろんなところなんです、ね。厳密に言いますとですね。はいはい。生まれたのは、どうやら埼玉らしいんですよね。あれ？俺は、でもなんか転勤族だった。そうなんですよ。で、もう物心ついた時に沖縄にいたんで。はいはい。そう書いてるんですけど。なので、じゃあ、沖縄。沖縄というと、いろいろありますよ。まあね、皆さんもご存知の通り、海が、もう、はい、と言っても綺麗なんですよね。ただ、またね、もう一個ね、これはね、僕個人が思ったことなんですけど、はい、
まあ、ご存知だと思いますけど、沖縄って米軍基地が入ってるんですね、ありますね、本島の方に、はいはい、で、その道路に道路があって、うん、国道58号線っていう大きい道路があるんですけど、うん、はいはいはい、で沖縄は基本的に電車ないですから、モノレール通りましたけど最近、ほうほう、僕が住んでた時なくって、ひたすら車でバーって移動してたんですけど、はいはいはい、そうですね、このね、なんか日本なようで日本でないんですよ、なんか不思議な空気で、なんかそれこそサンフランシスコじゃないですけど、うんうん、沖縄時間ってあるっていうしね、あ、そうなんですよ、あるんですよ、バスがね、バスがね、うん、まあ道路事情を待って遅れたりするのもあるんですけど、うん、はいはい、このね、手を挙げたら止まってくれるんですよ。どこでも道端で、いや、まあ、ある程度バス停に近いところなんですけど、うん、でも、ちょっと離れてても、ふーって手を挙げたら。タクシーみたい。だったり。いい人だね。すごいね。そうだ。あったかい人だね。言葉は、なんか、沖縄言葉って、あるじゃない。あれは、もう僕喋れません。その当時はでも、その当時は喋ってたんですか？親が言うには、もう沖縄弁で喋ってたらしいですけど、でも実際現地行くとやっぱわかんない。行ったことあります？一回あるんですけど、まあ、でもみんな普通の、なんていうんですか、標準語っていうのもおかしいけど、なんか、普通の喋るんですけど、言葉みたいな。そうなんですよ。まあ、喋ってくださいって言うと、結構おばあちゃんとかおじいちゃんとか。もう本当に昔のそういう言葉だとも全然わかんないんですよ、ね、もうケンタね、世が世なら沖縄アクターズスクールで出身になってるかもしれない。あらららら、ご飯も美味しいしね、歌い踊り狂ってるかもしれない。そっなんでそこ気づかなかったかなまあね、足に泣いたかもしれない愛しないかもしれないね。なんで急に可愛いキャラになったの？ツッコミ待ちみたいな可愛いのになる。なるほどね。沖縄か。沖縄何歳まで？小学校の5年生ぐらいです。結構長いことに行ったんだね。そうすると、まあ出身地沖縄って言ってもね、ねえ、間違いじゃないかな。ね、はい。僕は新潟県の、はいはいはい、新潟市なんですけれども、まあ、新潟といえば、そうね、うん、もう皆さんおっしゃってくださいますけど、お米と、から、まあ、僕はあんま飲めないんですけれども、お酒とかね。お酒、はい、いいですね。飲めどころのお酒は美味しい。うまいです。あと、佐渡に行けば、もしかすると金が出るかもしれません。おお、佐渡金山。佐渡金山ね。はい。まあ、取ったら大変なことになりますけどね。そうですね。そうですね。えらいことですよ、はい。新潟で、笹団子って、笹団子って言います？言います。何ですか？新潟の人は、まあ、笹団子って普通に言う人もいるんですけども、アクセントですね。笹団子って言うんです。笹団子。でも、まあ、アクセントはそれぞれ地方によってね、違いますよね。はい。僕、意外となんか、親戚の手作り笹団子とか食べてました。なんか、普通、笹団子って言うと、その、よもぎ餅みたいなやつで、中にあんこが入ってて、挟んでくるんであるんですけれども、あんこの代わりになんか、きんぴらごぼうとかですね。ちょっと、すごいですね。面白いですね、ちょっと大人味のやつをこう親戚のおばちゃんとか作ってきてくれて、子供の頃はやっぱりあんこの方が好きなんですけど、今思い返してみるとうまかったなって思います、ね。なんか、おやきとかみたいな感じですね。あ、そうですね。でも、笹団子がいろいろ入れられて。そうそう。あ、いろんなのだから入れてくれるんですけど、笹団子が出てきたんで、ほら、言ってる笹団子って。自然に言ってましたね。言うんですけど、これ僕はあちこちで言ってるんですけど、飴もなかっていうお菓子が。飴もなか、これ新潟の中でも長岡っていうところのなんです。はいはいはい。長岡、鎮火。珍しいお菓子で、飴もなか。はいはいはい。もなかの皮に水飴が挟んであるだけのもの。あ、美味しそう。そう、これがね。それ美味しそう。美味しいんですよ。はい。ぜひ、新潟もしくは長岡にお寄りの際は、お試しあれ。ぜひ皆さんもね。そんな感じですかね。飴もなか。